諸橋の野郎、体調不良を理由に雲隠れしたらしいな。政治部の話ではまだまだ復帰は諦めてないようですよ。私は諸橋の周辺を探ってみます。富樫との関係を裏付ける情報があれば諸橋を追い込むことができるかもしれません。戻りました。やっと帰ってきた。お前何日間も愛媛で何調べてたんだよ。ひろこの夫小松正成とその周辺についてです。で、何か分かったのか。夫は元医師だって話だよな。はい、小松は元精神科医で以前クリニックを経営していたようです。開業医か、金はありそうだな。やっぱり財産目当てですかね。で、これが小松のヘルパーさんが所属している保険会社のパンフレットで、こっちが彼女のプロフィールです。田所玲子。なんでヘルパーさんまで調べてるんですか。ひろこの他に論文を送れる人がいるとしたら自宅に出入りできる人物の可能性があると思って。さすがに関係ないだろう。とりあえずどんな人物かだけでも調べてみます。じゃあ行ってきます。